フリードリヒ・シュタールはドイツの画家、イラストレーターである。シュタール、ディアナ・シルバーウムの肖像がミュンヘンで生まれた。1878年からミュンヘン美術院でビルヘルム・フォン・ディーツやルートヴィヒ・フォン・レフツ、ジュラベンツールに学んだ。21歳で自らのスタジオを開いた。1886年から1898年の間はベルリンで活動し、 有力な新聞、大ガーテンラウバのイラストレーターとして働き、1892年にベルリン画家協会が開く保守的な美術展覧会に対抗するために結成された11人協会のメンバーとなった。11人協会はベルリン分離派の母体となった美術家のグループである。1893年にイギリスに渡りラファエル全パのスタイルを学び、 1904年からはフィレンツェでサンドロボッティ・チェッリなどルネサンスの巨匠の作品を学んだ。1909年にダイベルリン美術展で入賞した。1914年にミュンヘンに戻り、その後ローまで暮らした。印象派のスタイルからスタートして、ラファエル全派の画家のスタイルを取り入れ独自のスタイルを確立した。ナチスが政権を取った後も高い評価を得ていて、 1940年の1940年にミュンヘンのハウス・デアクンストで開かれた大ドイツ美術展覧会にも出展した。ありがとうございます。